柴崎夫妻のなれそめ。どうもコアラキララでございます。皆さんご存知の美男美女カップル柴崎岳選手、そしてマヌエリナさんの夫妻のなれそめをちょっと紹介したいと思います。こちらはですね、グータンヌーボで語られた内容のようです。マヌエリナさんは友達から恋愛にはなかなかならないタイプと自負されているそうです。連絡先を交換した際の印象を、無ジャンルの人どっちになるかまだ分からない知り合いと振り返ったというふうに発言されています。これ結構珍しいですね。女性の方って割と会った時にもうなんか友達フォルダーなのか恋人フォルダーなのかって最初にこうパッてね決めてしまう人も多いので、ええ、いや多いとか言ってますけど、いや多いような気がするんで、いやなんかそう言われてるっていうだけでしょ、うん、そう、まあ、あなたは感想ですよ、感想です、はい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 、データとかあるんですか。るっせぇ今後はですね、サッカー選手その奥さんの面白い馴れ初めエピソードですとか、そういったものを取り上げていきたいと思いますので、慣れてないんだから。え、慣れてないって何、お前の馴れ初めに慣れてないの意味が分かる。お前の慣れ初め、俺も多数あるぞ。慣れ初め、お前の慣れ初めが一番面白いよ。感想だろ、それお前の。だからお前の感想だろ。面白い慣れ初めとか言ったけど。オッケーオッケーオッケー。お前の慣れ初め紹介しろよ。オッケー。サッカー選手の面白い慣れ初めエピソードあれば皆さんぜひコメント欄で教えてください。見たないわね。いや、まあ勝手に思ってました、正直。卓球が陰キャっぽいって。いや、もう陰キャなんだお前は。いや、卓球部は全然問題ないんだけど、お前は陰キャ。うるせえ。